じゃあよろしくお願いします。都知事選について、はい、午前中に国連の会合があって、幹事長に報告が上がったと思いますが、はい、それを受けて、増井さんに対する対応はどのようになっていましたでしょうか。今朝ですね、10時過ぎだったと思いますが、石原都連会長、内田幹事長から、このような報告がありました。東京都知事選挙の候補者選考について昨日5日のことですが、東京都議会自民党から松井陽一を推薦する旨の報告がありました。都連は本日幹部会国会議員合同会議において都知事候補として松井陽一氏の推薦を決定いたしましたので、党本部に上申いたします。特別のご後輩をお願い申し上げますという旨のお話がございました。これは私一人で、お話を聞いたものであります。これを受けまして、党本部としてどういう対応をするか、よく考え、都連の意向というものを踏まえながら対応をなるべく早く決めてまいりたいと思っております。週明けにも決めるということですか。そう、連休明けということかな。そういうようなスケジュールになろうと思いますが、どういう形が一番いいのか、どういうタイミングが一番いいのか、そういうことをよく考えた上で決めたいと思います。具体的な形はいかどうであれ、支援をするということは変わりないというか、決まったんでしょうか。いや、ですからそれも含めて対応を決めたいと思っております。ただそのこの東京都連のこの決定ということはよく踏まえてやっていかねばならないと考えています。一方で細川元総理のが出馬の意向を固めたということなんですけれども、影響についてどのように思いますか。これは分かりません。報道で知る限りにおいて細川元総理が今の政治が心配だと、で出馬をしたいということなので、これだけではさっぱりわからないということですね。ですからかねてから申し上げておりますように、東京都が抱える諸課題、少子高齢化であり、あるいは福祉のこれから先のあり方、東京オリンピックに向けた準備であり、あるいは首都直下型地震を中心とする防災減災対策である、これは東京都政が直面している課題というのがものすごく多いわけです。我々として人気投票するわけではない、その東京が抱える行政課題をどのように解決するか、そして二元代表制ですから議会ときちんと車の両輪として強調しながら、それは妥協とかそういう意味ではなくて、二元代表制の意味を踏まえて都議会と車の両輪としてやっていくということが重要だと思います。ですのでそういう諸々の観点から考えたときに、細川元総理の政治が心配だだけではちょっと私としてコメントはいたしかねます。小泉元総理が細川元総理を支援したいという報道がありますが、それについては関係ないですか。それは総理総裁をお務めになった方では、多くの改革を成し遂げられた小泉元総理ですから、その言動には当然大きな関心を持っています。ただ小泉元総理ご自身の言葉で何かおっしゃったということは、特に知事選挙に関しては今まで一度もないので、これもコメントはいたしかねます。本人の言葉で聞かなければコメントすることは無責任と思いますが、来ております。武者さん、いかがでしょうか。幹事長、今そのおっしゃった東京の諸課題の中に、脱原発というものが入ってなかったと思うんですけれども、細川さんはその脱原発を前面に掲げる意向で戦うというふうに申し上げています。要はこの国政のテーマである、脱原発をですね、一地方自治体の東京都知事選という選挙の争点に掲げようとしていることについて、幹事長はどのように思っているでしょうか。
のエネルギー政策をどうするかということは、これは法律あるいは予算も含めて一義的に国政の課題です。それは国政においてそれぞれの党が方針を掲げ、そして昨年の参議院選挙あるいは一昨年の総選挙において我が党は我が党としての方針を掲げて今政権を公明党とともに担当させていただいております。そうしますと第一義的に国政の課題であるものを都知事選挙の争点にするということを都民がどういうふうにご判断になるかということだと思っております。ですからそこは本当に細川さんは政治が心配だとしかおっしゃってない。原発が自民党が申し上げておるようにこれから再生可能エネルギーの比率を上げていく、世界最高水準の安心安全が確認された原発の再稼働はこれを行おうというような原発依存度を落としていくという我が党の方針と方向性として同じなのか、それとも即ゼロというものなのか、あるいは最終的にゼロにするというものなのか、そこは聞いてみないと分かりません。党の対応をこれから決めるということなんですが、この対応といってもいろいろ強弱あると思います。それを決める上で幹事長として何を一番優先して、決めようというお考えですか。またあと都連からはどんな要望が出てくるでしょうか。都連からの要望は都政の当事者ですから、都連の皆さん方はですね、中ですかという方は、昨日末末氏が都議会自民党を訪問をし、我が党が一番苦しい時に矢に転じ、非常にこう党の再生をかけて、谷垣総裁、大島幹事長、あるいは私も政調会長でしたが、努力している時に移動したということは迷惑をかけたことであり、心配をかけたことであるという旨のお話があり、その後いろいろな都政の課題あるいは都議会との関わり方についていろんな質疑応答があり、都議会としてそれを了承し都連に挙げたという経緯でございます。ですから何を重視するかということは民主投票ではないということは前から申し上げているとおりで、そういう都民の暮らしの安全安心をどのように守るか、これから先東京都だけの課題ではない、日本全体の課題として地方の人口がこれから減り始める、そして東京も出生率が全国最低なわけですから、東京に人がやってきても人口がその後増えるということは今の状況にはないわけです。これをどうしていくか、さらにはオリンピックをどのように都民の気持ちに沿う形で実現をしていくかというような課題がございます。でそういう防災減災あるいは医療福祉のあり方、これから先東京が日本の中でどのような役割を果たすか、オリンピックを都民の最も納得する形で開催する、他にももろもろありますが、そういう行政課題についてこのように解決をしたいということが、こう具体的な夢を語るのではなくて具体的に着実に予算あるいは条例あるいは国との連携において解決できる人というのが求められると思っています。つまり党内では一度、除名した人に対しての、今回、支援なので
そういう意味ではどういう強弱のつけ方があるかっていうことも一つの焦点だと思うんですけれども、そこはやっぱ考慮はされますか。仮にまだ最終的に決定したわけではありません。仮に我が党として舛添氏を支援する形は除名をしてますから、正式の期間決定として推薦ということにはなりません。これだけははっきりしておりますが、支援をするということになった場合には、それは都連と連携を密にしながら、あるいは公明党さんがどういうような対応を取られるかはまだ私全く存じませんけれども、連携を組んでおる公明党さんとどういうような連携を取るかということもよく視野に入れて、一人一人の有権者である都民の皆様が精神誠意を与えて一票を積み重ね、勝利を得るために党の持てる力を最大限発揮する、仮にそういうような支援というのが決まればそういうことになろうかと思います。それ決まった後にまたお話をさせていただきたいと思います。今どなたである党が支援する方を党として、あらゆる手段で応援するのは当然だと思います。党としてその舛添さんを支援していくことになるだろうということなんですけど、仮になった場合、もしくは都連が推薦を決めているという状況の中で、小泉元首相も含めてですが、別の候補を応援するという行動があった場合、それは反党行為に当たるというふうに考えますか。それは仮定のお話ですので、そういう状況が生まれるか生まれないか、そういうような行動を取られる方がどういうようなルールに基づいてもらえるか、全くわからない状況でお考えをいたします。よろしいです。一知事選ではありますが、自民党にとって、この都知事選というものは、国政選挙と同じぐらいというふうに考えているのかどうかというのはどうでしょうか。それはどの選挙でも、やはり我が党が関わる選挙は、自治体の選挙であれば、そこにお住まいになる方がお一人お一人、極めて重要な選挙で、国政を与党としてお預かりする我が党として、どの選挙も重要である。これが重くてこれが軽いということはございません。大体首都東京であり、1200万の人口を有する東京ですから、一人一人の都民の幸せを実現に向けて我が党として他の選挙と同じように全力を尽くしていく、仮にそういう方向になればそういうことになりますが、そういうことになるかどうかがこれから先検討されるということでございます。いいですか。はい、よろしいですか。ありがとうございました。